長谷川隆は日本の建築士や建築評論家、武蔵野美術大学名誉教授、建築学会賞受賞、島根県旧八塚郡玉湯村、玄松江市出身、長男は俳優の長谷川博美、島根県八塚郡玉湯村に生まれる。聖家は玉造温泉の老舗旅館、補正館を営んでいた。 島根県立松江高等学校卒業後状況、早稲田大学第一文学部で美術史を専攻、卒業論文でミース・ファンデル・ローエトル・コルビュージエラを論じ、1960年度、大学卒業後、卒業論文が雑誌、国際建築に掲載され、評論活動をスタートする。近代建築の記念姿勢、合理性を疑う論考で知られ、1972年に著書、 神殿家国者化で建築界に衝撃を与えた。1975年、都市回廊で毎日出版文化賞。1977年、武蔵野美術大学助教授。1979年、建築上でサントリー学芸賞受賞。1982年、武蔵野美術大学教授。1986年、日本建築学会賞受賞。 村の東合の研究などで知られた。2019年4月17日、ガンのため死去、81歳没。歌舞伎役者の坂東玉三郎とは、坂東が20歳の頃に雑誌の特集で知り合い、旧知の間柄だった。ありがとうございます。